近接作用あるいは近接作用論とは、物体というのは、それが触れているものの影響のみを受けている、とする病像、捉え方、仮説である。体となる概念に、遠隔作用がある。近接作用論というのは、物体が受けている作用や力というのは、物体の直近の何かの影響によるものである、とする病像、仮説である。近接作用論では、力の電波は媒質に対する、 局所的な相互作用によってなされ、その電波速度には上限が存在しうると考えられる。例えば電磁気力の最大電波速度は高速に等しく、それを超えはしない。物体間の相互作用を近接作用によって説明する場合、相互作用を媒介する媒質について記述する必要がある。例えば電磁気学において電気力や磁気力を伝えるものとして、 電場と磁場、あるいはこれらを統合した電磁場が登場する。遠隔作用論的な描像と近接作用論的な描像の中立ちをする概念として、電気力に対しては、電気力線が磁気力に対しては磁力線が考案されている。電気力線と磁気力線はマイケル・ファラデーによるもので、ジェームズ・クラーク・マックスウェルは、ファラデーの考えをもとに、電磁場の数理モデルを与えた。 マックスウェルの電磁気学理論は今日、マックスウェル方程式と呼ばれる方程式系に集約されている。電磁気力や重力を伝える媒質として古くは、エーテルという架空の物質の存在が仮定されていたが、最終的には、アルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論によって、それらの力の電波は、場の性質あるいは言い換えると、空間そのものの性質によるものと考えられるようになった。 アイザック・ニュートンは自身が発見した万有引力について最終的に遠隔作用による力として説明した。近接作用論による重力の説明はルネ・デカルトやクリスティアン・ホイホンスらによっても試みられていたが、これらは失敗に終わっている。マクスウェルによって近接作用論的な電磁気学が完成すると、それまでの遠隔作用を基礎とするニュートン力学と、 電磁気学の間の祖語が認識されるようになった。遠隔作用論的な重力の描像に対する不満からアルベルト・アインシュタインによって一般相対性理論が提案され古典的な重力を近接作用論によって理解できるようになった。一般相対性理論を採用するとニュートンがプリンキピアで言及した遠隔作用説は重力の根本原理の説明としては誤りで、 あくまで、ニュートンの万有引力の法則は、宇宙スケールとしては、比較的近い距離において近似的に、あたかも成り立っているように見えているに過ぎない、として理解される。ありがとうございます。